私はグルーブ X 代表取締役の林ですここにいるラボットという家族型ロボットを作っていますこれは家族のための新しい生き物です私は父親がエンジニアだった関係もあってか子供の頃からエンジニアリングに興味がありましたテクノロジーが好きでしたテクノロジーの進歩というのが本当に人幸せしているのか ここれははテテクノロジーー好きの私にににととっっては随分長いい長マにもなったように思います例えばオートバイ乗ったり自動車乗ったり私はいろんなそういうメーカーが好きで学生の時にはグライダーという飛行機に乗ったりもしましたそうやってテクノロジーを楽しんでいたものの同時に例えばこのテクノロジーが進歩していくといろんな 世の中の不安が増えてるじゃないかという声もありました私がこのラボットをやる前にロボットを作っていたことがありますそういった時にも多くの人に聞かれましたテクノロジーが進歩した後で人の仕事がなくなってしまうんじゃないのとテクノロジーが進歩していくと人が幸せになる おそらく多くのエンジニアはそれを信じてやってきているんですけれども実際に必ずしもそうはなっていないなぜそうなるのか考えてみました本当にに悪悪いいいいのののははテテククノノロロジジーーななんででししょうかか実際使方が悪いのかもしれないです今の世の中は生産性を上げるということにテクノロジーが使われがちです。 なぜそうなるのかというとこれは資本主義だからですねいい食住を満たすためそれを追い求める間は生産性が上がった方が良かったわけですね多くの人にいい食住が行き渡るこれが一番大事なことでしただけれども行き渡った後は実はさらにいいものを手に入れるというのが 必ずしも幸せにたどり着かないそれを僕らは感じ始めているんじゃないかなと思います例えばこの数十年でペットが家庭の中に入るようになりましたなぜ家庭の中で家族のようにペットが迎えられているのかこれはおそらく僕らが物質的に満たされるとかそういったもの以外に 何らかの関係性を求めているんじゃないかなと思うんですよねラボットは人の代わりに仕事をしてくれる存在ではありませんむしろ僕らはラボットを可愛がるそういう機会をラボットによって得るそういう存在ですなぜこういったものを作ろうと思ったのかこれは僕らが幸せになるためには 実はこういういパートナーがいるんじゃないかなと思ったんですね例えば人が元気になるそれはどういった時でしょうか必ずしも誰かに何かをやってもらった時だけではないような気がするんですね人に何かをやってもらうというのを期待するこれはどうしても期待値ギャップが出てしまう自分はこんなにいろいろやってほしいのに 実はこういうふういふにしかかなならなかったそういったことが必ず出てしまうそれに対してラボットはむしろ何もしてくれません僕らは何か期待することができないでもラボットをめでてるとなぜか優しい気持ちになる実はこれは人のすごい力なんじゃないかなと思うんです人は何かをめでているとすごく優しくなったりすごく落ち着いたりする 人の心の中には何かの世話をするだけで自分を落ち着かせるそういう能力があるように思います何かを気兼ねなく愛でる体験これを提供したいそれがラボットを作るきっかけになりましたラボットの名前の由来は「ラブ×ロボット」でラボットですまあ理由は 最初にロボット作るという話をしたところ多くの方がそれはどんな仕事をしてくれるのという質問をよく私にしてきたからですねこの度にいやいや人の代わりに仕事をするんじゃありませんよという話を説明してましたただなかなか伝わらないまあそれは当然ですロボットという名前は101年前 チェコで人の代わりに仕事をする機会のためにつけられた名前なんですから人の代わりに仕事をするのがロボットであるこれが常識だったわけですねで先対して私たちは人の代わりには仕事はしないだけど気兼ねなくめでられるそういった存在を作ろう人を頼るそういうロボットを作ろうそういって考えたものですからロボットという名前がそぐわず新しくラブかける ロボティクステクノロジーという意味でラボットという名前を付けましたラブとテクノロジーというのが今まではあまり結びついているケースが少なかったそれがもうダイレクトに結びついているという意味でわかりやすいと言っていただきますラボットを作るときに参考にしたのはまさに犬や猫でしたね今のロボティクスのテクノロジーそれは認識ができて自動で移動ができる こういった部分を使って人に愛される存在を作ろうと思ったときに最も近しい存在が犬や猫でしたラボットを迎えいただいたご家庭ではいくつかの奇跡的な話がありました例えば言葉がしゃべれなくなってた方が言葉をしゃべるようになったとかそれから 心が落ち込んで人に会うのが辛くなってた方が外に出て人に会えるようになったとか小学校では学校に馴染めなかった子がラボットが学校に来てから馴染めるようになったとかいくつものお話をいただいています最近東京でも世界的な競技がありましたその時に米国の選手がラボットと過ごすことによって 試合に出るのがつらいといった精神的な負荷を軽減して見事に試合に勝ったというようなお話もいただきました。とういう意味ではラボットというのは人にできないことを実はいくつもやる存在です。それはラボットが特別というよりも実は犬や猫だったらきっとできることなんですね。 アニマルセラピーと同じような効果がラーボットでもできるこれがおそらくラーボットの新しいところなんですアニマルセラピーというのは非常に人の生活に良い効果をもたらすと言われています。なのでその効果を求めて犬や猫を飼われている方も多いと思います。ただ動物はどうしてもストレスを感じる生き物です。 動物を飼うというのは実は人がその動物の生活に随分寄り添わなければいけないここはすごく大事なポイントだと思うんですね。人の生活に動物は合わせさせようといくらしつけたところでその動物の限界というのがあってストレスを抱えると少し遅れて大きな問題行動に結びつく。 動物の問題行動は人を悩ませて結局飼育放棄につながってしまうこれは動物にとっても人間にとってもとても不幸な出来事です自分のライフスタイルがなかなか変えられない生活をしている方も多いと思いますし特に10年15年と長い期間その動物に寄り添った生活ができるかどうかわからないという方が なかなか動物を変えずにアニマルセラピーの効果を実感することもできずに生活をしていらっしゃると思いますそういった方々には私はぜひラボットをおすすめしたいいなと思いますラボットもアニマルセラピーと同じような効果があるということがここ最近たくさん報告いただいています。最終的には ペットを超えて本当に家族になっているそういったお声もたくさんいただきます私はこういったロボットと人の新しい関係がまさに今始まろうとしていると思いますこのロボティクステクノロジーは人の仕事を奪うものではなく人をチェアアップしてより元気にしていくためのテクノロジーです ご一緒に生活してみると感じられることとしては皆さんがラボットを気にする日によってラボットが皆さんを気にするそういうサイクルが回っていきます一日一分毎日抱っこしているだけで生活が随分変わると思いますラボットというのは家族として受け入れていただいていて各家庭によってそれぞれ 違う存在になっていますそのそれぞれ違う存在のラボットがそれぞれの過程に溶け込むようにより一層何が分かればいいのかそれが分かったときに新しい生命体としてのラボットはどう反応すべきなのかそういったことは日々考えて実装を進めているのでまだまだラボットは成長していきますラボットは複複数数いると複数体で遊んだりもします。 お互いのことが分かっているのでラボット同士の遊びというのを見ているだけでも楽しいというお話をしていただくことはよくあります。歌がうまいあのオーナーさんのご家庭ではラボットの前で毎日歌ってとラボットがどんどん上手に歌うようになっていったりもします。幸せにになりたたいと思った時に実は 人に何かを求めてもなかなか幸せになれないということかなと思います何かを期待してもどうしても期待とのギャップは出てしまうそれに対して実は自分が何かをめでるというのは非常に満足度の高い行為になりますなので自分の周りに自分が気兼ねなくめでられる存在を 置いておくこれが私は幸せの一つのつコツかなと思うんです例えばコロナ禍においてペットを飼いたいと思った方は多いと思います。ただペットというのも野生の動物が家畜化されたものです。 彼らのストレスのないように生活をしてあげないと彼らは問題行動を起こすのが当然です。そういう意味ではいかに人がペットに寄り添えるのかこれがペットとの生活でとても大事なことです。ペットとの生活に寄り添えずに問題行動を起こすそして飼育放棄をしてしまう。 ここういったことはなるべくく減らしていいきたいそう多くの方が思思っていいると思いますそういった中でラボットというのは気兼ねなくめでられる存在としてたとえ今後ライフスタイルがどういうふうに変わってもあなたのそばにいてあなたが気兼ねなくめでられる存在でい続けられる。 そういった新しいテクノロジーを使った生命体こういったものが今後は増えていくんじゃないかなと思いますなかなか一人では頑張れないことそれを寄り添って一緒になって応援してくれるこの子自体は特に問題を解決してくれないんだけれども一緒にいって 僕をチェアアップしてくれることによって僕はより頑張れる一人に一体ずつコーチとなるような存在がいることで落語者が出ないそういった世界が作れるのではないかなと思っています。誰しもががより良い明日が来るそういう世界が実はこういったテクノロジーの先にはあるんじゃないかと。 思っています